おはざーっす。エフランボッチ大学生のモザイクです。最近といってももう若干旬が過ぎちゃったかもしれないんですけど、ゆずはさんという YouTuber の方が、ゆっくり茶番劇という言葉を商標登録して、インターネットのみならず、テレビとかでも報道されたと思うんですけど、炎上騒動になったと思うんですよ。で、それに交えて、Twitter では田代法という言葉がね、トレンド入りしたんですね。田代法？田代法とは何なのかってことですよね。もちろんね、田代法に関してご存知の方おられるとは思うんですけど、ほとんどの方が田代法ってことを知らないと思うんで、それに関してと、田代正史さんっていう方はどんな人だったのかざっくり解説して、その後に田代正史さんの学歴についてね、紹介したいと思います。はい。本当は、ゆずはさんの学歴をね、紹介したかったんですけども、全然調べても見つからなくて、で、さらにね、憶測の情報とか若干あったんですけど、これだけだと、ちょっとね、動画にするには、足らないなと思いまして、これに関してはね、動画にしませんでした。ちなみにね、経済産業省外局の特許庁っていうところが、商標登録の管理をしてるんですけど、この特許庁の長官、森清さんの学歴、これはね、結構ネットで調べたらすぐに出てきました。東京大学工学部卒業後、ハーバード大学の修士課程を修了と、想像以上のエリートみたいな経歴ですね。話を戻しますが、このね、特許庁のホームページが落ちたんですよ。サーバーダウンしたんですよ。これが先ほど紹介した田代法によって行われたと言われてます。はい。ではね、まず、田代正史さんとはどのような人物だったのか、これを紹介していきたいと思います。田代正史さんとは、すごい大物タレントで、日夜ね、テレビに出れるような、すごい有名な芸能人の方だったんですけど、ある時期、覚醒剤使用や女性の下着を盗撮、記者会見でギャグを言ってダダ滑り、さらにね、男性のフロアを覗くと、いろんな意味で話題の人になっていたんですよ。そんな中、2001年、アメリカのニュース雑誌タイムで行われた、今年の人という、今年の良くも悪くもその年の出来事に最も影響を与えた人物を選定する特集が行われたんですけど、これがね、ネット民たちの目に留まって、大量投票で田代正史さんを今年の人1位にしてやろうみたいな、こういう悪ノリが始まったんですよ。で、大体このニュース雑誌タイムで行われる今年の人はどのような方が選ばれるかってことなんですけど、ざっと調べた感じだと、日本に原爆を落とした時のトルーマンさんだったりとか、ドイツのね、ナチスのヒトラーさんとか、そういう、すごい有名。その人がしたことが、いいか悪いかは、ちょっと置いとくにしても、すごい有名な人が集まる中で、そんな中、日本人の田代正史さんを1位にしようと、ネット民が考えたわけですよ。で、結果として、いろいろ掲示板とかで働きかけて、票数は集まったものの、雑誌の判断でなかったことになったんですね。ただ、この一連の流れ、事件が、後のコイル祭りや五条祭りにつながっていると言われています。で、この作業を、自動化した、手動で大量投票するんじゃなくて自動化したスクリプトっていうのが田代法と言われてます。でもこれはですね、後に大量投票ではなくネット民が特定のサイトやサーバーを落とすときに田代法が用いられるようになったんですよ。で、さらにね、そんな中田代法っていうのはどんどん改良されてって名前も変わっていきました。田代法会とかサテライトキャノン田代みたいな、別バージョンと言っていいんですかね、別の名前のものもあるみたいです。はい。ではね、田代正史さんの学歴について話していきたいと思います。僕は普段学歴に関する動画を投稿させていただいてるんで、田代正史さんの学歴が気になって夜も眠れないよということで、一応ね、しっかり調べてきました。田代正史さんの出身小学校なんですけど、新宿区立富山小学校、出身中学は杉並区立中瀬中学校。で、このね、中学に上がった頃ぐらいから、中学の途中からだと思うんですけど、非行に走るようになったそうです。これに関しては結構複雑な家庭環境の問題だったりとかいろいろあったりするんですけど、今回はね、僕は学歴チャンネルということで、そこまでは深く掘り下げずに、そのまま次の話に進みます。高校に関してなんですけど、高校は芝浦工業大学工業高校機械科というところに進学されたみたいです。で、工業科のみが設置されていたこの高校ですが、1984年に閉校しています。で、芝浦工業大学の付属の高校ってめっちゃ頭いいんじゃないみたいな思われる方も多いと思うんですけど、現在の芝浦工業大学付属中高とか、芝浦工業大学付属高校とか、そういうのとは一切別の、同じ法人が運営しているものの別の高校になってたみたいです。工業高校ですからね。偏差値については、調べても全然出てこなくて、だから若干こう審議が怪しいところではあるんですけど、いわゆるね、底辺校的なポジションにあった高校だったそうです。で、そこでね、鈴木正義さんと出会ったそうなんですけど、鈴木正義さん誰やそれって思う方も多いと思うんですが、これは鈴木正義さん、思い浮かべていただくと、ツイッターのリプ欄でたまに使われる、違うそうじゃないっていう、この画像、写真があるじゃないですか。あの画像に載ってる人ですね。アーティストの方なんですけど、で、田代さんはね、その頃から不良としてね、喧嘩に明け暮れていたそうです。
最初ね、僕が Google 検索したとき、最終学歴芝浦工業大学って出てきたので、一瞬大卒なのかなと思ったんですけど、芝浦工業大学、工業高校卒ということで、芝浦工業大学卒ではないみたいですね。ここでは注意していただきたいポイントなんですけど、だからあんまり良くないですね。本当に最初に Google 検索すると、学歴って入れると、芝浦工業大学なんとかキャンパスみたいに出てくるんですよね。で、まあね、最後の話の締めとしては、まあ、いくらね、すごい有名になったり、実力発揮したとしても、まあ、根っこの部分に、まあ、不良だったり非行少年だった頃の感覚みたいなのが残っていて、こういう事件を起こしてしまったのかなと僕は思うんですけど、まあそれでもね、こんだけ有名になってる方ですから、やっぱり人間的な魅力がある方なんですかね。でやっぱりね、大人になる、精神的に成熟した人間になるっていうのは非常に難しいところですよね。僕もね、このままいくとニートになりそうなんで、まあ、動画投稿とかいろいろ頑張っていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、コメント等よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。